についてこれる。皆さんこんにちは、サッケーです。さあ今回はアレンのキャラ紹介、簡単ですがしていこうかなと思います。今回呪いの装備ね、ちょっと装備した状態 で今回オートスキルにちょっと変わったものがあります。ダッシュ時間に応じて、次のアクションスキル強化 850% ね、あと HP80% 以上キープで、あるんで最大ね 1000% ですね、強化入りますね。結構強いです。攻撃力アップが、75% つくと。S1 やってから S2 ですね、やっていくんですけど、これどんな感じなのかね、やっていこうかと。で、凸とか石板一切なしで実際どんなものなのかね、やってみようと思います。俺を楽しませてみせろということで、ね、タイムチャレンジ星15ね、いきましょうか。でね、走ると、こう周りになんかオーラみたいのが出てきて、これがね、これ最大状態。アサルトがあれば、まあ一発でいけるかなって感じですね。結構時間かかるんでね、こんな感じで。とりあえずまあそんな感じでね、まあ最大火力出すまではちょっと時間かかるんだけど、一発のね、まあ瞬間火力的なものは相当ありますね。ということで、ちなみにあのデンジラスアタックはね、普通に食らって死んでしまいますんで、そこら辺はね気をつけて戦わなきゃいけないかなと思いますので、まあざっくり簡単だけどね、アレン、まあこんな感じということで、最後にちょっとカカシの方も見てみようかなと。ちなみにね、カカシはこんな状態かな。聖地はこんな感じで、アサルトへ決めてチャージして、こんな感じで走ってチャージ、これめんどくさいね。まあ、ざっくり1億ぐらいは、出せるかなという感じだと思いますん で通常攻撃のね 500% がねあるし、そういうので割と通常攻撃もかなり強いんで、普通にワンコンボで、まあ、1400万とか。ただ今回のね、ガチャキャラ全体的に回心が低めなので、まあ武器とかね、その辺で石板とか、それで回心持ってあげるとか、した方が、まあダメージの期待値も上がっていいんじゃないかなと思います。ということで今回はワレンのはこんな感じということで、タイムチャレンジもね、もう全開でね、チャージしてしまえば、普通に、スキル一発で、湧き潰しとかでね、全部消せるんで、それくらいの強さはありますね。ということで、アレン、まあ、めんどくさいんですけど、そこそこね、まあ、使えなくはないかなって感じですね。回復もあるし、こんな感じ、アレン、なかなか、まあ、いいと言えばいいのかなっていう感じですね。じゃあ、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。では、